夢の旧作冗談に殺す1私は完全な犯罪謎というものは空想の一種としか考えていなかった丸の内の某者で警察方面の外交記者を務めてあくまで冷酷な現実的な事件ばかりで研ぎ澄まされてきた私の頭には そんなおとぎ話じみた問題を浮かべえる余地すらなかったそんな話題に熱中している友達を見ると軽蔑したくなるくらいの私であったその私が完全な犯罪について真剣に考えさせられたそうして自身にそれを実行すべく余儀なくされる運命に陥ったというのは実に不思議な機会からであった 全てが絶対に完全な犯行の機会を作ってぐんぐんと私を見惑してきたからであった今年の正月の末であった私はいつも通り12時前後に車を出ると寒風の中に立ち止まって左右を見回した私は毎晩車を出てから丸の内や銀座方面をブラブラしてどこかで一杯引っ掛けてから 霞が関の一番左の暗い坂をぽつぽつと登って2時きっかりに三年町の下宿に帰る習慣がついていたのでそうしないと眠られないからであったが今夜はさてどっちへ曲がろうかと考えたのであったするとその私の目の前をすれすれに一台の泥だらけのフォードが近づいてきたと思うと 私の鼻の先へ汚れた手袋の3本指が現れたそれは新しい鳥打ち棒をぶかにかぶって流漢よけの黒いマスクをかけた若い運転手の指であったが私はすぐに手を振ってみせたけれども自動車は動かなかった今度は運転手がわざわざ窓のところへ顔を近づけて私にだけ聞こえる細い声で ただでもいいんですが」と言ったどうやら笑っている目つきである私はちょっと面食らったがすぐに一つうなずいて箱の中に収まった「こいつは何か種になりそうだ」と思ったからすると運転手も何か心得ているらしく行き先も聞かないままスピードを出して 一気にすきやわしを渡って銀座裏へ曲がり込んだその時に私はいくらかドキドキさせられたいよいよ怪しいと思ったのでところが間もなく演舞場の横から築地貸しの人通りの少ないところへ来ると急にスピードを落とした運転手が帽子とマスクを取りのけながらくるりと私の方を振り向いた新聞に書いちゃ嫌よ <laughs> <laughs> 私は思わず目を丸くしたそれは2週間ばかり前から創作願いが出ている某会社の活劇女優であった彼女はずっと前にある雑誌の「猟奇座談会」でたった一度同席したことのある断髪のモガでその時に私が試みた殺人芸術に関する漫談を青白く緊張しながら聞いていた顔が 今でも印象に残っているがそれが女優生活に飽きたという理由でスタジオを飛び出して東京に逃げ込んでくるとこともあろうに三年長の私の下宿のすぐ近くにある小さなあばら屋を借りて弁当生活を始めたそうして男のような本名の運転手免状を持っているのを幸いにそこいらの朦朧タクシーの運転手に化け込んでもう大丈夫という自信がついてから 悠々ゆうゆうと私をつけ回し始めた」と彼女は笑い笑い物語るのであった「もう一度新聞に書いちゃ嫌よ」と念を押しながら彼女の話を聞いた私は何よりも先に彼女が特に私を相手に選んだその頭の作用に 少なからぬ関心を持たたされた彼女がこんなにまで苦心をして絶対の秘密のうちに私を追っかけ回した心理の奥には何かしら恋愛以上のあるものが潜んでいるに違いないことが感じられるその心理の正体が突き止めてみたくなった同時に彼女の断層の巧みさにも多少の興味を惹かれたのでそのまま2人で絶対安全の秘密生活を始めるべく 自動車をぐるぐる回しながら打ち合わせをしたのであったその結果私は毎晩社の仕事が済むと例の習慣を利用して1時間だけ彼女のところに立ち寄ることになった彼女も引き続いて毎日運転手姿でシチューを流し回ることにしたそうして私の前でだけ女になることを決めた1日にたった1時間だけ すこぶる簡単明瞭であった。しかもそれだけに私たちの秘密生活は100%の安全率を保有しているわけであったがところがこの100%の安全率がそっくりそのまま完全なる犯罪の誘惑となって私に襲いかかるようになったのはそれから間もなくのことであった。 二人の秘密の生活が始まってから一週間も経たないうちに彼女の性格の想像も及ばぬ異常さがまざまざと私の目の前に露出し始めてからのことであった。彼女は何の飾り気もないサップウ家なあばらやの中でホットウィスキーを作るべく湯を沸かして私を待っている間にいろいろないたずらをして遊んでいるらしかった。無論私は 彼女が何かしら特別な趣味を持っているらしいことを初対面から察しているにはいたがしかしそれが初めて私の目に触れるまではまさかにこんなひどい趣味であろうとは夢にも想像していなかったそれは商売の警察周りであらゆる残忍な事件に神経を鍛え上げられてきた私でさえも生死しかねたほどの残酷な遊戯であった 彼女はどこからか迷い込んできたポインター雑種の赤犬を1匹台所のたたきの上につないでバターを塗ったジレットの古葉を3枚ほど食わせて紋死させているのであった夫も私が彼女の門口を押した時にはもう犬は血の泡の中に頭を投げ出して目をうっすりと見開いているだけであったが それでもたたきの上に一面に残っているちみどろのくもんの跡を一目見ただけでぞっとさせられるのであった <laughs> なぜもっと早く来なかったのあんたに見せようと思ってつないどいたのにあのねジレットを食べさせるとねかもうとする拍子に 奥歯の外側に引っかかってなかなか取れないのよだから苦しがってしゃっくりみたいな息をしーしー狂い回るのそれをこの犬ったらいやしんぼでね3枚も一緒にペロペロと食べたもんだからとうとう1枚のみこんじゃったらしいのそれで死んだに違いないのよちょうど 45分かかったよ死ぬまでにそあ面白かったよ息もつけないくらい犬なんてバカねほんとにあんたすまないけどこの犬に石を祝いつけて裏のロ呂ドに放り込んでくれない前のテニスコートの垣根の下に石ころだの。 たたきの血は私がホースで洗っとくから。ねねそういううちに彼女は突然にキラキラと目を輝かした。と思う間もなくバタと犬の周期に染みた両手を差し伸ばしていきなり私の首にかじりつくとガソリン臭いキスを。 幾度となく私の方に押し付けるのであったしかし私は最善から吐きそうな気持ちになっていたそうしたいろいろな周期の中でそこの知れないほど残忍な彼女の性格を考えさせられたのでそれが彼女の切吻を受けているうちにいよいよたまらなくなったので私はしっかりと目をつむって思い切り力強く彼女を押しのけると その拍子に彼女はドタンと畳の上に尻餅をついたそしてそのまま照れ隠しらしく靴下を脱ぎながら高らかに笑い出した「<laughs> <laughs> ダメねあんたは私の気持ちがわからないのねでも今にきっとわかるわよあんたならきっと」 <laughs> 私はやはり目を閉じたまま頭を強く左右に振ったそういう彼女の心持ちが分かりすぎるくらい分かったので彼女がこうした遊戯の刺激であってもその性的スパスムを特異の状態にまで好調させる習慣を持った一種特別な女であることがこの時にやっと分かったので。 そうして同時に彼女はこの私を彼女のこうした趣味の唯一の共鳴者として初対面から目盛りをつけていたに違いないその気持ちまでがありありとうなずかれたのでそれは彼女自身も気づいていない彼女の本能的な盲情であったろうと考えられるその盲情がずっと前の猟奇座談で 私が試みた漫談に刺激されて目覚めた結果こんな趣味にとらわれるようになったそうしてその結果彼女はこうして一切を捨てて本能的に私と結びついてくるようになったのではないかそれを彼女は私に恋しているかのように錯覚しているのではないかとここまで考えてくると私は思わずまた一つ頭を強く左右に振った 髪の毛がざわざわして背中がゾクゾクし始めたのでしかも彼女のこうした心理はそれからまた23日目に彼女が肉片を引っ掛けた釣り針で近所のドラ猫を釣ってたぐったり緩めたりして遊んでるのを発見した時にいよいよどん底まで印象づけられたのであった同時に彼女がこうした趣味の道連れとして私を選んだのが とんでもない間違いであった私の中には彼女の想像した以上の恐ろしいものが潜んでいたという事実までも私自身にはっきりとうなずかれたのであった彼女はその時に私の機嫌を取るつもりであったらしい釣り糸の先に引っかかった一匹の虎淵の猫をここにかくさえ気味の悪い あらゆる残忍な方法でいじめつけながらたまらないほど腹を抱えて笑い興じるのであった声も立てえないまま目を大きく見開いているその猫のたまらない姿を一生懸命の思いで生汗をかきかき静止しているうちに私は私の神経がみるみる恐ろしい方向にさえかかっていくのに気がついていたこの女は 有害無益な存在であるこの女は地上にありとあらゆる法律上の罪人のどれよりも消極的なつまらない存在である。と同時にそのどれよりも呪わしい忌まわしいしつっこい存在でなければならぬ。この女は外国の残虐伝に出てくる女性たちの性格をもっと小さくして、 もっと近代的に先鋭化した本能の持ち主であるしかもこの女はこうした趣味のためにわざわざ女優生活を飛び出して人間世界から遠ざかってこんなところに潜み隠れているので私の目に触れた動物以外にまだどれくらいの動物の死体を裏の古井戸に投げ込んでいるかわからないこの女はとても私には我慢できない 一つの深刻な悪夢である」と同時に社会的にも一つの先鋭を極めた悪夢的存在でなければならぬ。とそんなような考えを凝視しし台所の暗いところと向き合って目をいっぱいに見開いている私の背後から虎ノ門のカーブを回る終電車のきしりが遠く遠く。 長く長く響いてきた私はぞっとして思わず額の生あ汗をなであげた見ると彼女はいつの間にか猫の死骸をそれは生きたままであったかもしれない井戸の中に投げ込んでしまったらしく寝床の中の電気こたつに温まりながら気持ちよさそうに目を閉じているのであった私が 彼女を殺さねばならぬ運命をまざまざと感じたのは実にその瞬間であった。と同時にその運命がみるみる不可抗的に大きな魅力となってひしひしと私を取り囲んで息も疲れぬくらいぐんぐんと私を誘惑し始めたのも実にその寝顔を見下ろした次の瞬間からであった。ここのの悪夢をこの世から抹殺し得る者は、 この世に一人しかいないなここに突っ立っている私たった一人しかいないこの女を殺すのは私の使命であるいいないいなこの女は私と初対面の時からこうなるべく運命づけられていたのだその証拠にこの女はこの通り 絶対に安全な犯罪を私に遂げさせるべく自ら進んでここに来ているではないかそうしてこの通りじっと目を閉じて私の手にかかるべく絶好の機会を作りつつ待っているではないか私は彼女の死体をここに寝かして伝統を消していつもの時間通りに下宿に帰ればいいのだ 何も知らずに眠ってしまえばいいのだそうして明日の晩からまた元の通りの散歩を繰り返せばいいのだ「運命」そうだ「運命に違いない」「これが彼女の」「こんなふうに考え回してくるうちに」 私は耳の中がシーンとなるほど冷静になってきたそしてその冷静な脳髄で一切の成り行きを電光のように考え尽くすと何の躊躇もなく彼女の枕元にひざまずいて45日前冗談にやってみた通りに手袋のままの両手を彼女のぬくぬくした喉首へかけながら少しばかり押さえつけてみた 無論まだ冗談のつもりで彼女はその時に長いまつげをうっすりと動かしたそれから大きな目をひとしきりパチパチさして自分の首をつかんでいる二つの黒い手袋と中折れ帽子をかぶったままの私の顔を見比べたそれから私の手の下で 小さなのど仏を二三度ぐるぐると回してつばきを飲み込むと頬を真っ赤にしてニコニコ笑いながらいかにも楽しそうに目をつむった殺してもいいのよ2私が何故に彼女を殺したか その彼女を殺した手段とその手段を行った機械とがいかに完全無欠な見事なものであったかそうしてそういう私はそもそもどこの何者かそんなことは3週間ばかり前の東京の各新聞を見てもらえば残らずわかる多分「特号活字」で大々的に掲載しているであろう女優殺しの記事の中にある 私の告白を読んでもらえればたくさんであるそしてその記事によってかくいう私が某新聞社の社会部記者で警察方面の事情に精通している青年であった同時に極端な唯物主義者でニヒリスト式の性格で良心なぞというものは旧式の道徳観から生まれた遺伝的感受性の一部くらいにしか考えない種類の男であった とという事実をはっきりと認識してもらえばそれで結構である。ところで、その私が現在ここで係官の許可を得て執筆しているのは、そんな新聞記事の範囲に属する告白ではない、または警察の報告書や予診調書に記入されるべき性質の告白でもない、すなわち、その新聞記事や予診調書に現れているような告白を、 私がなぜしたかという告白である事件の真相のもう一つ裏に潜む極めて不可思議な恐ろしい真相の告白であるすべての犯罪事件を客観的に考察し批判することになれたすこぶる鋭利な冷静な頭の持ちにしても意外に思うであろう巧妙の中心× 暗黒のイコール X、とも形容すべき告白であるくどく言うようではあるが私はもう一度念を押しておきたいあの新聞記事を徹底的に精読してくれた極めて少数の人々もしくは直感の鋭いある種の頭の持ち主にはすぐに気づいたであろう 私はこの事件についてはどこまでも知らぬ存ぜぬの一点張りで押し通し得る自信を持っていたいかなる名探偵や名検事が出てきても一部一輪の狂いなしに証拠不十分のところまで押し付け得る絶対無限の確信を持っていたという私の主張を遺憾なく思考してくれるであろうにもかかわらず その私が何故に自分から進んで自分の罪状をぶちまけてしまったかもう一歩突っ込んで言うと両親なる者の,の存在価値を絶対に否認していた私同時に自分の手にかけた彼女に対しては一点の同情すら残していなかったはずの私がなぜにこんなにも他愛なく泥を吐いてしまったかほんの当てずっぽうで投げかけた刑事の手縄に なぜにこっちから進んで引っかかっていったかこうした疑問はあの記事を本当の意味で精読してくれた何人かの頭に必然的に浮かんだことと思う「なぜに私が白状したか?」という大きな疑問に一直線にぶつかったはずと考えられるところが不思議なことにこの事件を担当した警察官や裁判所の連中は ここんななとを点からら問題にししていないらしい。現在私を未決にぶち込んでいながらこの点に関しては一人も疑問を起こした者がいないらしいそれはこの点について私に尋問したことが一度もないという事実が何よりも雄弁に証拠立てているしかし考えてみるとこれは無理もない話である彼らは 私の自白にすっかり満足してしまってそれ以上のことに気がつかないでいるのだから彼らは要するに犯人を捕まえる無知な機会に過ぎないのだからそうしてそんな機会となって月給を取るべく彼らはあまりにも忙しすぎるのだからだから私はこの一文を彼らの参考に供しようなぞ思って書くのではないあの記事を精読してくれて 私の自白心理について疑問を起こしてくれた少数の頭のいい読者とわざわざ私のために係員の許可を得てこの紙と鉛筆等を差し入れてくれた感染の弁護士君へほんの置き土産のつもりで書いているのだそうして私の完全な犯罪を清算してしまいたい意味で私は 彼女の死以外に何らの反跡を残していない空き家を出ると0度以下に冷え切った深夜のコンクリートの上を悠々と下宿の方へ歩いて帰ったそれはいつも新聞社からの帰りがけに散歩をしている通りの足取りであったがあんまり寒いせいか途中には犬ころ1匹いなかったただ街路樹の書書に残った枯葉がクローム色の星空の下で あるかないかの風にひらりひらりと動いているばかりであったすべてが私の予想通りに完全無欠でかつ理想的であった完全なる犯罪を実行し得る無常の一刹那を私のために作り出してくれた天地万象がどこまでも私の頭の良さを保証すべく私の注文通りに動いているかのようであった試みに、 下宿の門口に立ち止まって見当の光で腕時計を照らしてみるといつも帰ってくる時間と1分も違っていなかった彼女はもうこれで完全に過去の存在として私の記憶の世界から流れ去ってしまったのだそうして私はこれからのち当分の間毎晩その通りの散歩を繰り返せばいいのだ あの空き家で彼女と相引きすることだけを抜きにしてそう思い思い私は下宿の表口の呼び鈴を押して缶抜きを外してくれた寝ぼけ顔の女中に挨拶をしたいつものとおりに「ありがとう」「おやすみ」とその時に帳場の上からかかった柱時計がかったるそうに虹を打った その時計の音を耳にした私は神経の端の端までも整然として靴の紐を解くことができたそれからいつもの足取りでうつむきがちに階段を上ったがそれは我ながら感心するくらい平気な眠たそうな足音となって深夜の会場と開花に響いた「もう大丈夫だ何一つ手抜かりはないあとは」 階段の上のとっつきの自分の部屋へ入っていつもの通りにバットを一本吹かしてから布団をひっかぶって眠ればいいのだ何もかも忘れてそんなことを考え考え幅広い階段を半分ほど登ってそこから直角に右へ折れ曲がるところにある一見四方ばかりの板張りの上まで来るとそこでいつもの習慣が出たのであろう 何の気もなく顔を上げたが私は思わずはっとしたもう少しで声を立てるところであったかもしれなかった私が私と向かい合って突っ立っているのであった板張りの正面の壁にはめ込まれた等身大の鏡の中に階段の向こうから上ってきたに違いない私が 頭の上の黄色い十色の伝統に照らされながら立ち止まって私をじっと凝視しているのであった青白いいかにも平気らしいそれでいてどことなく犯人らしいさえかえった顔色をして底の底まで緊張した空虚な目を据えてこの鏡のことは 全く予想していなかったと気づくと同時に私は私の全神経が思いがけなくクラクラとなるのを感じた私の完全な犯行をたった今まで保証して指示してきてくれた一切の者が私の背後で突然ガラン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 と崩壊していく音を聞いたように思った同時に逃げるように横の階段を飛び上がって 廊下ののとっつきの自分の部屋に転がり込んでいく自分自身を感じたように思ったが間もなくその次の瞬間には元の通りに固くなって板張りの真ん中に棒立ちになったまま鏡と向かい合っている自分自身を発見した自分自身に自分自身を見透かされたような老廃した気持ちのまま するとその時に鏡の中の私がその黒い鋭い目つきでもって私にはっきりとこう命令した「お前はそんなにじっと突っ立っていてはいけないのだぞ今夜に限ってこの鏡の前でそんなふうに特別なそぶりをするのは非常に危険に身をさらすことになるのだぞ」一秒躊躇すれば 一秒だけ余計に自分が犯人であることを自白し続けることになるのだぞしかしそんなに神経を動揺させたまま俺の前を立ち去るのはなおさら献論だお前は今すぐにそのお前の全神経をいつもの通りの冷静さに立ち返らせなければならぬそうしていつもの通りの平気な足取りでお前の右手の階段を上って お前の部屋に帰らなければならぬ。いいか、まだ動いてはいけないぞ。お前の神経がまだ震えている。まだまだ、まだ、まだ。こんなふうに隙間もなく次から次に命令する相手の鋭い目つきを一生懸命に静止しているうちに私は、 私の神経がスーッと消えうせていくように感じたそれにつれて私の全身が石像のように硬直したまま左の方へぐらぐらと傾き倒れていくのを見たように思いながら慌てて両足を踏みしめて唇を血の出るほどかみしめながら鏡の中の自分の顔をなおも一心ににらみつけているとそのうちにいつの間にかまたスーッと とと我に返ることができたやっと右手を動かしてポケットからハンカチを取り出して顔一面に流るる生汗を拭うことができたそうするとまたそれにつれて私の神経がぐんぐんと緩んできて今度はいつもよりもずっと平気なむしろがっかりしてしまって胸が悪くなるようなだれきった気持ちになってきた。 私は変におかしくなってきたたった今まで妙に老狽していた自分の姿がこの上もなく滑稽なものに思えてきたそうして「アハハハハハ」と大声で笑い出してみたいような「笑ったっていいじゃないか!」と怒鳴ってみたいようなふざけた気持ちになった私は鏡の中の自分を軽蔑してやりたくなった なんだ貴様はと唾を吐きかけてやりたい衝動でいっぱいになってきたそこでもう一度ポケットからハンカチを出して顔を拭い拭いそこらをそっと見回したから鏡の中を振り返ると鏡の中の私もまた瀬戸物のように血の気のない顔をして私の方をおずおずと見返したが やがて突然に思い出したように白い歯を表して冷ややかにあざみ笑った私は思わず目を伏せたごっくりと唾を飲んだそれから1週間ばかりのちのある朝であった私はいつものとおり朝寝をして もう起きようかどうしようかと思い思いゆうべ新聞社から持って帰った今日の朝刊を広げていると開花の帳場で話している男と女の声がゆっくりなくも障子越しに聞こえてきた私はその声を聞くと新聞から目を離したはてどこかで聞いたようなと思い思い新聞を見るふりをして聞くともなく聞いていると それは顔なじみの警視庁の T 刑事と下宿の女将の話し声だったうーん何かその男に変わったことはないかね近頃 T 刑事は有名なドーマ声であったいいえ別にそれはあ几帳面な方ですよ女将も評判のキンキン声であったが 私は新聞紙をヤグの上に伏せて天井の木目を見ながら一心に耳を澄ました「大丈夫こっちのことではない」と確信しながら「うん身振りやあそぶりや,ぶりや何かのちょっとしたことでもいいんだが隠さずに言ってもらわんと後で困るんだが」 えー、そうおっしゃればありますよちょっとしたことですけどもどんなことだえお上の声が急に聞こえなくなった T 刑事の耳に口を寄せてささやいているらしい気配であったがじっと耳をすましている私にはそうした芝居じみた情景がありありと見透かされてなんとなく滑稽な気持ちにさえなった と思ううちにまたも T 刑事の太い声がつつ抜けに聞こえ始めた「うーんいつも鏡の前を通るたんびにちょっと立ち止まるんだな」「うんうんそしてネクタイを直して色男らしい気取った身振りを一つしてシャッポをかぶり直して降りていく」「それがこのごろその鏡を見向きもしない」 色っぽい男だからそんな癖は女中がみんな気をつけて知っているこの1週間ばかりうんちょうど事件の翌日あたりからのことだなうんもう他にはないかね気のついたことは私はガバと羽をきた社に出るにはまだ早かったが そんなことを問題にしかし決して慌てはしなかった万一の用心のためにあらゆる場合を予想していたのだから手早く着物を脱ぎ捨ててテニスの運動服に着替えたがその時に恥ずかしい話ではあるが胸が少々ドキドキしたまさかまさかと思っていたのが案外早く手が回ったので。 同時に少なからず腹も立ったどうしても一番手数のかかる最後の手段を取らなければならないことが予想されたのでキャッツらはいつもこんな当てずっぽう式の見込み操作をやるから困る当たり前に動かぬ証拠を押さえてくるとなれば百年かかってもここへやってくるはずはないのにちおまけに今俺を引っ掛けようとしているトリックの浅はかさ加減はどうだ そんなふるてにひっかかる俺と思うかと言いたいが今度だけは特別をもってひっかかってやるそのふるてを利用してやるそのかおり一部一輪間違いなしに証拠不十分になってみせるからそのときにほえずら書くなそんなことを思い思い運動服の上からスエーターをぬくぬくと着込んでガマ口を尻のポケットへ押し込んで 帽子と西洋手ぬぐいとラケットと運動靴を抱えるとせっけんを塗って滑りをよくしておいた障子をそーっと開けて裏町の屋根を見晴らした2階の廊下に出たそこで念のために前後を見回したが誰もいない閉めたなことによったら今の芝居は芝居じゃなかったかもしれないぞ逃げる余裕が十分にあるのかもしれないぞしかしまだ 往来まで出てみないと,からないと考えながら裏口の階段に続く廊下をもしやと疑いながら曲がり込むと果たしてそこに立っていた張り込んでいたに違いない A というやはり警視庁の老刑事にばったりと行き合ってしまった私はその時にはっと目を丸くして立ちすくんだように思う なぜかというとこの A という老刑事が出てくることはほとんど十中八九まで確定した犯人を逮捕するときに決まっていたのだからそしてあの晩見た鏡の中の自分の姿をその瞬間にちらりと思い浮かべたように思ったから A 刑事はごま塩の武将ひげをなでながらにっこりと笑った「いやあ!」 早くからどこへ行くかね私は23度目をパチパチさせたすぐに笑い出しながら何かうまい弁解をしようと思ったがその一刹那にまたも鏡の中の自分の姿が目の前に立ちふさがったような気がしたので思わずラケットを持った手で両方の目をこすってしまったええそのちょっと 私は我ながら芝居のまずいのに気がついた脇の下から冷や汗がボタボタと滴り落ちるのが分かった老刑事も無論私のいつにないうろたえ方に気がついたらしい心持ち顔の筋肉を緊張させながらにっこりと笑ったちょっとどこへテニスをしに行くんです約束がありますから ロケージはゆゆと私を見上げ見下ろした相変わらず顎をなで回しながらうーんどこのコートへ私はここでやっと笑うことができたどんな笑い顔だったか知らないけど日比谷のコートですしかし何かご用ですかうん ちょっと来てもらいたいことがあったからね僕にですかうん大した用事じゃないと思うがそうじゃないでしょう何か僕に嫌疑をかけているのでしょういつもの通りズバズバやるに限るとかねてから覚悟していた決心がこの時にやっとついた私は思い切ってそう言ってやった すると果たして老刑事の微笑が見る間に苦笑に変わっていったかなり面食らったらしいそそんなことじゃないよ君は新聞社の人間じゃないか私は腹の中で外貨をあげたここでこの刑事を怒らしてシャニムに私を捕獲させてしまえばいよいよ満点であるだってそうじゃないですか 何でもない用事だったら電話をかけてくれた方が早いじゃないですかまだ社に出る時間じゃないんですからすぐに行けるじゃありませんか老刑事の顔から笑いが全く消えた疑い深い目つきをしょぼしょぼさしてもう一度私を見上げ見下ろしたその顔をこっちからも同時に見上げ見下ろしているうちに私は完全に落ち着きを回復した頭が氷のようになって あらゆる方向にさえかえっていった私は事態が容易でないのをもう一度直覚した老刑事が私を容易に犯人扱いにしようとしないのは証拠が不十分なままに私を的確な犯人と睨んでいる証拠であるだから何とかして私を老狽させて不用意な取り返しのつかないボロを出させておいたからぴったり押さえつけようと試みている この刑事一流の未練な駆け引きであることがよく分かったしかし警視庁ではどうして俺に目星をつけたんだろうその模様によっては慌てない方がいいとも思うんだがはてそう考えながらほんの12秒ばかり躊躇しているうちに老刑事はまたもニコニコ笑い出しながら私の耳に口を差し寄せた そして私が身を引く間もなくボソボソとささやきだしたがその言うことを聞いてみると私が想像していたのと一言一句違わないと言ってもいい内容であったええかね君おとなしくついてきたまえ悪くははからわんからええかね君はあの女優が殺された空き家の近くに住んでいるだろう そうして毎晩社から帰りにあの家の前を通っていくじゃろそれから手口が非常に鮮やかで何の証拠も残っておらん。よほど頭と腕のさえた人間で手筋をよく知っている人間の仕事に違わんというのでごく秘密で研究した結果君に札が落ちたのだよ。 別に証拠があるわけじゃない。だから出るところに出ればきっと証拠不十分になる。これは絶対に保証できる。ええかねわかっとるじゃろうこれは職務を離れた心持ちで君を助けたいばっかりに言う言葉じゃから信用してくれんとこまる。君は頭がええからわかるじゃろう。 わしも君には今まで何度も何度も仕事の上で助けてもらったことがあるからなあ。なあこの言葉の裏に含まれている恐るべく憎むべき罠が見え透かない私じゃなかった。同時にその裏を書いていこうとしている私の方針を考えて思わず微笑したくなった私であった。 しかし私はそんな煙を色に出すようなヘマはしなかったそんな甘口に引っかかってちょっとでも躊躇したらその躊躇がそのまま有罪の証拠になることをいち早く頭にひらめかした私は老刑事の言葉が終わるか終わらないかに憤然として言い放った「ダメです」「冗談はよしてください」「僕を引っ張ったら君らの面目は立つかもしれないが僕の面目はどうなるんです」 面目ばかりじゃない飯の食い上げになるじゃないですか甲眼淵にも程があるしっけえなどきたまえと大声で怒鳴りつけながら老刑事を突きのけて裏口の階段の方へ行こうとしたがこの時の私の腹の具合は我ながら真に迫った傑作であったと思う老刑事のネチネチしたずるい手段が本当にじれったくて腹が立っていたのだから しかし、こうした私の行動がめったに無事に通過しないであろうことは、私もよく知っていた。老刑事は、私が思っていたよりも強い力で、素早く私の肩を押さえて引き戻した。そうして、ラケットと靴を持った両手をほんのちょっと叩いたと思ったら、ばっちりと生温かい手錠をかけてしまった。と、私の背後の縁側から、T 刑事と、 もう一人新米らしい若い刑事が待ち構えていたかのように曲がり角から出てきて私の背後に立ちふさがってしまった私はその中でも見知り腰の2人の刑事の顔をわざと不思議そうに見回したそれからいかにも面目ない格好でぐったりとうなだれる拍子に思わずよろよろとよろめいて横の壁にどしんと背中を寄せかけると後から T 刑事がつかつかと近寄ってきて ちょっとおじぎをするように私の顔をのぞき込んだそうして私をあわれむようにまたは言い訳をするように見えすいたから笑いをした「ハッハハハハ今の芝居に引っかかったね」「相手が君だとめったにボロを出す気遣いはないとても一筋縄ではいくまいと思ったが」 ちょっカマをかけたら案外引っかかってくれたんで助かったよまあ諦めてくれたまえ決して悪くははからわないからね元来知らない仲じゃなしハッハハハハそういう T 刑事の笑い声が終わるか終わらないかに頭を下げていた私は突然ダットのように若い刑事の横をすり抜けて2階廊下の手すりに片足をかけて飛び降りようとした 無論自殺の格好でそれを若い刑事にしっかりと抱き止められるとそのまま両手の手錠を目の前の欄干へ砕けようと打ちつけながら泣き声を振り絞って絶叫した嘘です嘘です間違いですこの手錠を取ってください冤罪です僕は無罪です僕はあの女を知っています けども関係はありません。どこにいるかさえ知らなかった。僕は、僕は毎晩十二時に車を出て、二時きっかりに下宿へ帰ってくるのです。ずっと前からそうなんです。二、三年前から、手錠を取ってください。この手錠を、僕はテニスをしに行くんです。天気がいいから。 離して離してしかしボールとテニスで鍛えた私の体力も3人の刑事にはかなわなかったこれも無論最初から知れきったことであったがしかし法廷で知らぬ存ぜぬを押し通すためにはその準備行動として是非とも一度徹底的に暴れておかねばならぬと思ったので。 それからもう一つには道宿の連中に近所隣の家族たちに同情的な心証を残しておくと後になって非常に有利なことがある実例を知っていたのでこんなにヘトヘトになるまで悲鳴を上げて抵抗し続けたのであったそれから私は予定の通りスウェーターもパンツも破れ歪んだ惨めな姿で 三人の刑事に引っ立てられて立ち上がったそうしてしっかりと目を閉じて仰向いたままハァハァと息を切らしながら板張りの廊下をまっすぐに表口の階段へかかったのであったがその途中の鏡の前まで来ると私はまたもぎっくりとして立ち止まったこの間の晩の通りに なぜだかよくわからないまま大鏡の中には色の黒いいかめしい3人の男といつの間にか鼻血にまみれている青ざめた惨めめな私の顔が並んで突っ立っていたその変わり果てた自分の姿を吸い付けられたような気持ちで凝視しているうちに私はなぜともなく髪の毛が。 ざわ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 と逆立ってくるのを感じた私が構成した完全無欠の犯罪がこの鏡一つのために木っ端みじんにぶち壊されてしまったことをはっきりと意識したように思ったと気が付くと同時に私は自分の姿と向かい合ったまま 無限の谷底をぐんぐん落ち込んでいくような感じがした気が遠くなってふらふらと倒れそうになったそれを一生懸命の思いで踏み応えながら私は鏡の中の自分の姿に向かって一歩踏み出した今にも真っ暗くなりそうな目をしっかりと据えながらこの世限りの憎々しい表情を作って自分の顔の鼻の先に近づけた 思い切り顎を突き出してみせた「俺だよー!」。